あ,あごめんね。今大丈夫そうだよね。大丈夫だよね。<laughs> だって君の彼女なんだもん。君のことくらいわかるよ。さっきまではお風呂に入ってたよね。うん。なんかさっぱりした感じだし。あ <laughs> 別に用事があるってわけじゃないんだ。君と喋りたくなっちゃって。<laughs> なんだかおかしいよね。 いつも一緒にいるのに、寝る前にもやっぱり話したくなっちゃって。ねえ、寝落ちおしゃべりしないそう。このまま寝落ちまでおしゃべりするの。いいよね。ふ <laughs>。ありがとう。なんだかんだ私たち付き合って長いよね。私から付き合ってって言って、それからお付き合いして。君は文句も言わずに、私と一緒にいてくれたよね。 <laughs> 満足してくれてるからそっか、それならよかった。ふとね、時々思うの。このままずっと付き合って、もしかしなくても結婚して、ずっと、ずーっとイチャイチャできれば、それだけで幸せだって。<laughs> なんかごめん、オチのない話で。なんか、君の声も聞きたいな。 なんかおしゃべりして。うーん。じゃあ、最近のこととか特に何もない <laughs> なんかあるでしょ。お、なんか思い出したいつの間にか部屋が掃除されてたりするそうなんだ。うん。それは私だよ。ほら、この前スペアキー渡してくれたでしょ だからすっごい嬉しくって暇さえあれば君のお家にお邪魔していろいろ家事やってるよ君が何にも言ってこないからもしかして気づいてないのかなって思ってたよえさすがにやりすぎなんでだって私君の彼女だよねだったら別に入ったって構わないよね少しはプライバシーも考えて <laughs> よくわかんないんだけど だってさ、将来的に私たち結婚するよね。そしたらさ、いつも同じ家にいるわけだよね。なのになんで都合が悪いのねえなんでねえ、ねえ、ねえ。もしかして浮気、浮気浮気ねえ浮気なのねえ、ねえ、ねえ,ねえそんなに動揺するんだ。浮気だね。君は浮気してるんだね。 しょうがないから、直に会って直接話そうか。大丈夫だよ。穏便に済ませてあげる。君が素直ならね。でも、君が抵抗したり嘘ついたら、傷ついた私の心と同じようにしてあげる。今そっち行くから、ちょっとだけ待っててね。あれ逃げようとしてる君、逃げようとしてるよね。してない 嘘つき。なんでここにいるのか <laughs> だって、私も前からずっとここに住んでるもん。<laughs> でも君が困っちゃうかなと思って隠れてたんだけど、もういいよね。ほら、そのバッグ何何詰めてるのしかも、寝る時間なのにお外に出る格好だよね、それ。<laughs> 大丈夫だよ。寝落ち通話が一晩中おしゃべりになっただけなんだから。 浮気しておいて、私から逃げようなんて許さないよ。